ホイソスがバレる。ホイソス、ホイソス。あー、わかんない、わかんない。6の次が、なんだっけ、6の次。あー、嘘でしょ。よし。スーパーチャット、ありがてー、ありがとうございます。後でね、お礼させていただきますね。シュッ。赤、オレンジ、青。まあ今日はね、全員が楽しめたらいいかなぐらいのチュートリアル的な感じでやってますんで、赤、青、白、オレンジ、赤、青、白、オレンジ。今日はアマンガスがなんとなく楽しいなって思えたらそれでいいと思うんで、なんか青白オレンジ。ピッピッピッ。嘘でしょ。あ、マジか。ハックさん、死体岸ですか、ハックさん。いや、違います。違います、違います。いや、あの、確認のために押したんですけど。何の確認をしたかったんですか。何の確認しようと。殺されてないかの確認がしたかったんですよ。あー、なるほど、なるほど、なるほど。本当に、なるほど、本当に。まあまあ、それだけで。アイゾのお姉ちゃん、メッドベイの前で会ってます。おお、じゃあ最終位置がメッドベイカフェティア。そこで合ってるっていうだけで、最初、アイゾノの最初はエレクトリカルです。はいはい、はい、はい、エレクトリカル。確かに。どの、どのくらいの時間ですかね、お姉ちゃんを見たのは。それこそアイゾノ初手メッドベイに行って、で、そこから出てきたら、カフェテリアからメッドベイの方に行く、お姉ちゃんとすれ違って。ああ、じゃあ初手の方ですね。そうですね。じゃあその後、アドメに来てるんですよ。はいはいはい。姉ちゃん。うんうんうん、ああ、来てた。で、赤、青、白、オレンジ、緑がアドメにいましたね。だからその辺 だと思います。ストレージとか、カフェテリアとか、アドメとか。で、直前に、クロメさんが、カフェテリア上の方から、ストレージの方に来たから、ちょっと怪しいかなって。カフェテリアの方からストレージには行ってないですよ。ストレージからカフェテリアじゃない、俺。逆じゃない。ストレージの上でタスクしてましたよね、クロムさん。うんうん。なんか電気が消えた時に。タスクしてたんだ。あ、じゃあストレージの上で行った後にエレクトリカルの方に行ったのか、俺。そうだそうだ。あ、カフェテリアからは行ってない。上からに見えた。確かに、下のあたりから U ターンするクロムさんとほぼ体が重なった気がするな、確か。先端さん、オラフさんがストレージの左下でタスクやってる時に俺は上に行って、その時にちょうど電気が消えて、その時にアベレージさんも確かエレクトリカルの方行ってて、上でストレージで直してからのエレクトリカルです。ちなみにクロムさん、その時砂ダメって見えてますかね。行ってない、エレクトリカル行ってない。ああ、砂ダメの姿って 見えました。停電中。見えてない。ああ、了解です。停電中は了解です。停電になる直前に阿部さんを見た、左に行く。うん、あのカフェから左ってことだよね。うん、ストレージからエレクトリカル。あれ、阿部さんじゃない、もしかして砂ダメさん。多分違うと思う。私は最終位置エレクトリカルで停電中向かいました。阿部さんだって気するけどな、違うのかな。うん、見たしまーす。見たしまーす。そうだなぁ、ですか。お、はい、押しました。ほい、はい、早いね。はい、ごめんなさい、なんかストレージの上の時に、はいはい、なんかなんかストレージからエレクトリカルの左に行く人は見たんですけど、それはアベレージさんだと間違えてます。あ、了解です。逆にそれ誰なんですかね。え、アイゾナじゃないんですか。私、砂ザメだと思ったんですけど、クロムさんとほぼほぼ体重なってたんで。立候補する人がめっちゃいる。いっぱいいる。なんかすごいストレージからエレクトリカルにいっぱい行ったのは見てるんですよ。いっぱい行ってるのは見てるんですけど、砂ザメさんかも。わからん。はい。
で、オラフさんが一番最初に配電盤の前にいたんだっけな。なんか誰かが配電盤の前にいたから横に避けたんですよ。センターさん、緑です。それ直してるのを見た。パパパッと直しました。センターしか触ってなかった。ナイス、ナイス。多分その時エレクトリカル僕と同じくらいに来てる人は多分観光無理だと思います。あ、じゃあ先端オラフは無理。無理ですね。はい。あとバネキ。あ、ごめんなさい。アイゾンさんもエレクトリカルの奥のタスクやってなかったんですか？そうです。やりました。停電、ね、そう停電だったんでエレクトリカルに向かったんですけど、向かってる途中で直って、でもエレクトリカルにあったんで奥に入ったって感じです。ちがささんはアドミンからどう思いました？私はアドミンいなかったと思います。最初ですよね。最初はカフェテリア、私だけが浮いてます。一人でした。カフェテリア、ウェポン、ナビゲーション、シールドっていう、こう右回りタスクを行っていました。ああ、それ見てました。はい、私青色です。私はその時本当に一人だったので浮いてたので、今回はちょっと誰かと一緒にいようと思って一緒にいて、でリアクターの方で直しました。はい、で、ね、アベレージが、ウェポン O2 で、でナビゲーション行こうと思ったら多分それが西園さんだったのかな、とすれ違って、私しかいなかった、でそれで一旦怖かったんで引き戻してメッドベイ行ったって感じですね。あれアドミンで閉じ込められた時って西園さんいたような気がするんですけど、記憶違いかな。センターさんって覚えてます？それやっぱ青ですよね。青いましたね。アドミンからカフェテリアでウェポンナビゲーションかな。とりあえず右側にはいました。ごめんなさい。私もちょっともし覚えてなかったら申し訳ないです。そうですね。結構さ本当に最初期、ね。最初だったらアドミンにいたと思います。とりあえずタスクを優先してました。すいません。ミュートします。停電中も。対応します。停電中もタスク優先した。怪しくない？どうしよう、積極的に行こうか。今回は推理とか、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちぐちゃんのその停電がどこで起こったのかがちょっと気になるかなと思いますね。そう、その言い残しがあったから多分私多分向けられるんだろうなと思ったんですけど、え、その時、もう多分ごめんなさい、タスクしてたと思います。あ、タスクしてました、ずっと。で、停電は多分人任せにしてたかもしれないです。申し訳ないです。すみません。はい、で、それがちょっと良くなかったなって思って、2回目の時はちょっと誰かと一緒にいて、でリアクターパッてなった時はもう早く行こうって感じに心がけてやりました。すみません。はい、なるほどって感じですね。シールド方向からストレージ来たのってオラフ君とアベリさんでしたっけ？クロムさんだっけ？いや、シールドからストレージはクロムさん。クロムさんと僕が行きましたね。オラフさんが先。はい。で、その後センターさんとストレージで合流して、たまエレクトリカル一緒に行った感じ。あ、シールドから来たん。シールドを経由したんですね。はい、クロムさんとオラフさんは。はい、そうです。あ、オラフ君視点でクロムさんって犯行どうですかね？停電中の時に、ストレージで停電が多分3人とも起こって、で、クロムさんがアドミンでキルして戻らん限りは無理だと思うんで、みんながクしてたっていうなら無理だと思う。クロムさんは結局シールドからストレージ行った後何したんですか？ストレージの上のタスク、エレクトリカルの方に行こうと思ってボタンを押す、ボタンっていうか、発見かボタンか、それです。時間結構あんま、そうなんです、結構前半にしてボタン割と使ってる人いるので、どうします？次もボタン押します？多分ボタンこれで終わるのがいいんじゃないですかね、と思います。私は、はい、これ以上消費しちゃうとやばいかも、はい、タスクも私は3割ぐらいです。すいません。じゃあちょっと怪しい人ってみんな目線誰？ちぐちゃんとクロムさんの二郎なんじゃないのこれ？いや私まだ色わかんないです、ごめんなさい。私も多分西園さんかあるいはあっくんさんの死体消しかぐらいかなとは思っちゃってます。なるほどなるほど。じゃあセンタさん一緒に行きます？やだ。じゃあ私誰かと一緒に行きます。一緒に行きます。なんで嫌なんですか？あ、オッケー、ありがとうございます先輩。仕方ないな、じゃあ
一緒に行きましょうよ、セッサンさん。どうしてもって言うんだったら。楽しいな、セッサンさん。それ、命ずる？砂澤さん、結局どうします？お前についてくださいよ。命じて、命じて、もっと大きい声で。ブリッタリーが、あ、もう、もう、もう書き消された。動いてるな、はい、なんでだ、はい、はい、外れました、はい、来ました、はい、来ました、はい、外れました、はい、外れました、はい、西園、横先輩とずっと一緒にいました、一緒にいました、はい、このターンは無理です、ちぐちゃんは、先端さんもこのターンは無理です、うん、アドミンの、アドミン情報を見るところかな、まず左側にで、オラフ君が死んでおりました、左側左側、右口近く、左側どこでしたっけ、アドミン情報を見るところの真上、あ、アドミンでした、アドミンです、中です、はい、オッケーです、あ、じゃあ逆にありえなくて、僕あの左側の方を背負って行って、はい、で、エレクトリカルで一回閉じ込められてて、出た瞬間に誰だっけな、砂ザメが入った、あ、そうです、砂ザメさんと相園さんだとすれ違って、そのままストレージ方面行って、研究ボタンだったんで、僕は、砂ザメさん、相園さん目線だと無理かなって感じです、そうですね、アベレージさんは確かに無理な気がしますし、私目線だと藍園さんも多分無理なんじゃないのかなって思っちゃったりはします、藍園、ね、最後にオラフさんコミュニケーションの前で見てるんですよね、一緒に直してて、なるほど、うん、ですね、うん、あっくんは何やってたの、一番最初ウェポンであのシューティングやるやつピュンピュン打って、ピュンピュン打ってて、あ、やってた、ピュンピュン打ったね、なるほど、なざめさんもいた、はい、結構あそこ4人ぐらいいたよね、それが砂ザメ先端黒川君です、うんうんうん、はい、継承略、はい、継承略継承略、まあ大体右側の方にいたかなって感じですね、で、はい、で私そのコミュニケーション直した後にアドミンに行って、うんうん、でその後、はい、多分藍園さんもいたのかな、で藍園さんの時にオラフ君とアックンさんがアドミンに残ってたのって覚えてます、4人いたのって覚えてますかね、アドミンに、あ、まあ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 、まあ、何を言いたいかっていうと、結局でその後に藍園さんと私がエレクトリカル向かってアベレージさんとすれ違ったので、はい、私目線だとオラフ君さんとアックンさんがアドミンに残ったんですよね、はいはいはい、だからちょっとアックンさんが怪しくなっちゃうかなっていうふうに思ったり、センタさん、センタさん、うん、ミュートにします、右にタスクないのよないのよ、見てやれないのよ、何も。あっくん、右いるって言ってたもんね。あと見てたんだ、実際は、あ、はい、お、え、お、あ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 、死んでる、マジか、いやでも藍園さんは死体ですじゃないです、いや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 、違います、はい、あの押したそばにダンスしてたんで押しました、すいません押しました、いえ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 今のあっくんじゃないや、砂溜めさんを見た人はコミュニケーション見てないなんじゃない、停電か、すいません、タスクやっちゃいました、ごめんなさい、
誰もいない。ずっとカフェにいたんで。手で直した人は？砂鍋さんだ。あー、ああ、そこで問題だ。エレクトリカルに行ってない人。誰も。ずっとずっと誰もなく。ちなみにアドミン行った人って誰？私と横先輩が一緒にいました。うん、そこでエレクトリカルでなんか何いたかとかって覚えてるか？あ、アドミン情報。あ、見てない。いや、ごめん、見てない。タスクしちゃった。ごめん、タスクしてるな。すいません。すいません。すいません。見ればよかったな。で、クロムさんと藍園さんが一緒にカフェテリアでいてダンスでしたっけ？センターさんもいました。3人いて、センターさんは電気消えてる時には動いてなくて、藍園さんも本当に壁テリアにずっといたから、赤羽さん、千草さん、アベリーさん、あっくんさんに。あ、じゃあ僕目線もあっくんしかないですね。赤羽さん、千草さんは終わらないですか？じゃああっくんだ。私は、あべさんは一番色がないなって思います。赤羽さん、千草さんは僕、下に降りてストレージのタスクやってたんですよ。はい、で、そこで赤羽さんと千草さんがアドミン入るのもなんか見てたんで、うん、逆にないなと思って、はい、さっきの砂鍋さんのね、情報が、クルーメイトなことが確定したので本当ということで、はい、オラフ君とアッくんがアドミンにいたっていう感じで、アッくんは右側にいたっていう主張をしてたからちょっと怪しくなっちゃうかな。いや、これも砂染めさんのかなり黒いよね、今遺言を無駄にしてはいけない。うん、なんか初日のセルフ、セルフじゃない、セルフ、我が輩はアックさんにいるかな。結構早かったしな、ボタン。我が輩はアックさんにいる。申し訳ない、我が輩は、我が輩が違ってたらごめん。いや、ごめんなさい、我が輩もアックにいるか。500入ったね。来世では長生きしろよ。じゃあな。血液からのランキング第1位は、ごめんなさい、思い出すのあなた、思い出すのあなたは目が覚めるとそこは、誰も知らない、目が覚めたらマグマの中で目覚めちゃうかも。ラッキーアイテムは、いやホイソスがバレる、ホイソス、ホイソス、あー、わかんない、わかんない、6の次が なんだっけ、この次、あー、嘘でしょ、あ、いやホイソスがバレる。安倍さんに入れます？センタさん。これってセンタさんとクルムさんって最後どこいました？リアクター。ん？あ、ピアコードです。全然違かった。リアクターでセンタさんが左上でやっているので、うん、黒川目線はセンタさんが 100% やっていないことが確実なので安倍定治さんに入れます。センターさんはギル考えても大丈夫だと思います。ただ直前まで赤羽さんがリアクターに来て左に来て、その後右に来た後に右左に来ていたのは見ていて、その後セキュリティの方の十字路の方に行ってそこで死んでいたので、センターさんはあと 100% やってないです。ちぐささんだと思います。だから我が輩はアベレージさんに投票する。命じて。あ、どっちだ、わかんねえ。ヌルーシビブリタニアが命じる。アベレージ死ね。暴言ですよ。てかまあ身内ネタの身内ネタだから。キリュウ。そうですね。僕一応、はいはい。
キルペース的に無理だからね、うん、お互い、うん、はあ、ペア組んでましたしね、うん、正解でした、ペアさん。僕がやりました。俺がゼロ全員僕が殺しましたよ。はい、いや、わかんないよまだ。いや、まあ、正直あのリアクターの下の方で2人殺せて、で赤丸さんが見に来られないように殺したんですけど、クロムさんとセンターさんがペアなのを失念してましたね。お見事です。すごい、全然推理違ってた。全部ちぐささんとクロムさんとさ、しかも阿部さんだって あっくん殺してるでしょ。だって阿部さんが、阿部さんがあっくん殺してるでしょ。もう あっくんに LINE 切って任せました。既読無視したの？既読無視しました。やば、やば、かわいそう、かわいそう。あっくん泣いてるよこれ。エッチなイラストリツイートするし。いや、もうすごいいい切りだったな。いや、惜しかったね。てか、あっくん本当にありがとう。あそこで砂ざめさん殺してくれて。はいはいはい、もういや、あそこはマジありがとうございます、本当にマジ。アーペくん殺しすぎじゃない？スタイルピオンズやばかった。びっくりした、本当に。左下の方にブワーってしてあった。ネジさんにサンレーズされたからだよ、最後。デックショットでマジデキンだわ。サンキル、もうエッチな絵見るんじゃないぞ。いや、うるさいうるさい。エッチな絵は見るだろ。エッチな絵はリツイートしてもいいだろ。ちゃんとリツイートじゃなくてブックマークにしときなさいね、今度からね。見ないふりしてあげるから、ね、いやでも阿部さん、でもあそこキルしなきゃいけないですもんね。いや、そうね、それしか無理だもんね、釣られてる我が部屋。もう一キルできれば勝ってたわけだし。そう、もう一キルしたら。そうなんだよ、勝ってたわけ。三キルでしょ、うん、すごいな、すごい。めちゃめちゃ殺してた、うん、全然わかんなかったし、ね、最初、ね、あっくん、はいはい、セルフ、はい、そう、セルフ。そう、あれもうまかったんですよね。で、その阿部くん煽ってたでしょ、お姉ちゃん殺した死体の上で踊ってたでしょ、あなた。あはは、何のことかな。えんちゃん、お前そんなことしてたのか。わかんないよ。阿部そんなことしてたのか。ボタンを押しに行ってる間にお姉ちゃんの死体の上で踊ってたで。あれはまあ一応なんか誰か殺そうかなと思って、ま、迷ってました。あ、どうしようかな。そうなんだ、わかんない。でもね、わかんない。でも煽ってたよね。まあでも、まあ、いいんじゃない？ちょっと、名前が走ってアベレージが踊ってんのみたいな気すんだよな。ああ、ライン切りだ。あ、ハンバーでも踊ってましたね。ひどく虫だ。さっきラインしたもん、ライン切りしたもんね。最初の3キルが全部アックンってこと？そう。すごい。いや、素晴らしい。だっすね。大魔王様、さすが持っといてはない。どうも、アックン様です。オラフさんやったのももう、もう全く持っての推理は完璧だった。うんうん、そうだね。そうで、ね、オラフ君も殺したかったなと思ったところでちょうどアックン殺してくれて、で、うんうん、次釣られるだろうなって位置でアックンが砂ザメさんを殺して、うんうん、で、うんうん、僕もそれでね、あの切って白出しにしてもらえたんで。停電直したのはアベレージさんなんですよ、停電直したの。そうなんですよ、うんうん、そうそうそう、アックン、アベレージ、砂ザメって言って、はい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 、あまり声がちっちゃくなった。マイクのあれをもう完全シリアルキラーだもんね、後半。いや後半の怒涛の3キロはすごかった。怒涛の3キロなかなかできないなあれ、うん、すごすぎる。運が良かったです、本当に。死体の山。これちょっといいですか、一、はい、つこれ勝因があって、はい、僕ずっとリアクターいたんですよね、僕と、そうで、はい、結局直前に出たバネキが殺されて死体発見した、うん、あれがなかったら負けたんですよね、死体発見がなかったら。で、僕がなんでリアクターにずっといたかっていうと、左上のあの数字のタスクあるじゃないですか、1234のやつ、はい、あれ4回間違えました。そんなことある？嘘、多分ね、めっちゃ怪しんでたと思う。いや、多分おかしいなと思った。だって黒川があのリアクター2個あるじゃないですか、2個あるじゃないですか、はいはいはい、あの真ん中のやつ終わってんのにまだ左言える。嘘。あの真ん中のタスクより長くやってる。真ん中、あのロングタスクより上。ちょっと4回も間違えた。6の次が、ま、しかも全部同じところで間違えてて、6の次が8って押してて毎回。これセンさんが頑張ってなかったら、まあ結構難易度高いですもんね、あれだったら。ちょっとホイソツ、ホイソツには厳しいだね。ホイソツでもできる。ホイソツでもできる。ホイソツでもできる。
まあ僕のおかげで勝ったということで。おめでとうございます。めちゃくちゃ焦ってたけど、あちょっとわかんないわかんないわかんない。クロムさん目線だとすげえ怪しく見えたっていうことで、終わってねえわけねえのに、なんで見に来てくれねえんだろうって思って、なんでと思って。でも左上に2人いたからよかったってありますよね。でもあれ全然見えないから、あの位置ちょうど阿部さんから。あ確かに確かに阿部くんから見えない。あそうそう狙ったんですよ、ね、あのそうそうそう狙った狙って見えないところに死角でねちょっと時間を作ったって感じで。キルクール稼がれてるけど。いややっぱナイフは一番かっこいい武器ということで。素晴らしい。いやあダブルたしなめられちゃった。